しまやんがあなたのお店助けに行きます。赤字でやばい、しまやんに助けてほしいというお店は概要欄からお申し込みください。最大限にアップローライブ上り上りってディスってるけど、上り一つ売り上げ変わんねえんだよ。考えてみてごらんなさい。あなた3回安定10回固定の本、3回まず来てもらうためにどうしていくか、何を学んでるんだ君は。雇われとお金払って並ぶ違いね。だからお前は明日からはこれに考えない最大限にアップローライブということで、久々の講義をしていきたいと思うんですけど、飲食店にもとっても大事やし、どんなビジネスにとって大事なリピーターの作り方、どうやったらリピーターになってくれるかっていうところのノウハウをね、今日お伝えしたいなと思います。誰ですか？あ、はじめまして、カレモンです。カレモン、何やられてる方ですか？シマヤンの射程やってます。射程でね、はい、今勉強中で、なんとうちの会社は給料もらいながら勉強できるというね、素晴らしい会社でございます。ありがとうございます。しかも飲みに行っても残業代がつくという最高の会社でございます。ありがとうございます。おめでとうございますということで始めていきたいんですけど、まあ彼もね、飲食店長いもんね、なんやかんや。そうですね、うん、6年ぐらい。もともとどこってやったっけ？もともと大手の銀行入って、そうやそうや、銀行や。そこから、はい、飲食に行って、うん、飲食はどこ行ったんでしたっけ？ホリエモンプロデュースの北海道の居酒屋さんと、おお、すごい。ホリエモンプロデュースの小麦の奴隷というパン屋さん、うん、でその後はビール屋さんやったりアイス屋さんやったり、うん、いろいろ、うん、はい、やって今ですね。ね、でうちにとこ来て今どれぐらい？1年と半年ちょっとですね。ね、まあ誰も興味ないと思うんで早速行きたいと思うんですけど基礎知識から行きたいなと思います。まあ、基礎知識としてっていうところのまず第一弾、コンサルが怪しいって言ってるいた人たちっていう、まあ、最近ね、また僕に向かってなんかいろんな人たちがね、なんかうんじゃらかんじゃら言ってるんで、まあ、何回もね、論理的に僕喋ってるつもりなんですけど、まだ伝わってないなっていうところで、コンサルというか、こういった知識とかっていうのが、結局どういうふうに役立つかっていうお話をしたいなと思うんですけど、まずそもそもで言うと、僕はね、なんと2009年に創業した時に、金も頭も人脈もない中、本当に熱量だけでラーメンをオープンしました。その結果どうなったかっていうと、売れない。で、売れない中、ずっと悩み続けて、ラーメン産業店でいう展示会に行った時に、とあるコンサルの方に声かけてもらって、無料相談乗ってもらって、で、その後に、そのコンサルの方に来てもらって、こういう風にやったら売り上げ上がりますよって。で、その時言われたのは、味あんま変えてないよ。うん。うん。売り方を変えただけだよね。うん。で、その売り方変えた結果どうなったかっていうと、売り上げが上がりました。でも、そのコンサルの方のコンサル料が毎月、うん十万円するよね。うん。売り上げは上がったとて、そこまで余裕がなかったから、ごめんなさいって3ヶ月しか経ってないんですけど、ちょっと一旦切らしてもらっていいですかって、払うお金がそんななかったから、ね、うん、でそこからどうしたかっていうと、そのコンサルの方が書いてる本を最初から最後まで書いてること全部読んで全部やったり、まあ、もちろん結果も出たこともあるし、もちろんうまくはまらなかったこともある。それはエリアの問題とか俺のやり方の問題もあるとは思うんだけど、で結果が出ましたよと。結果出たんやけど、結局成功するために何が必要なんていうと、まあ、これです。熱意かける論理かける仕組みかけるしつこさです。掛け算ってことはどっかがゼロになるとゼロ、意味がない。そう、意味がないということですね。ってなった時に、俺は熱意もありました、論理がなかったです、で仕組みもなかったです、でしつこさもありました。この2つだけでなんとかやってきてんけど、本を読んで論理的にもなりました。会社が大きくなるにつれて仕組み化していきました、うん、だからね、彼も分かると思うけど、ほぼ会社おれへん、はい、ほぼ出張やん、はい、それでも回ってるやんか。そうです、ね、うん、それでも会社成長してるから、結局だからこれがね、成功するために必要なことなんだなと。でコンサルで言うと、この論理になりますよっていうところなんですね、はい、ここに書いてある通り、僕当時の僕は論理がなかったです。論理学んだら稼げるようになりました。だからそれを YouTube でシェアしてるだけで、上りの論理だけでどれだけの人が救われたか考えてみてごらんなさい。あなた上りってディスってるけど、上り一つで売り上げ変わんねえんだよ。ほんまにもったいない。で、とある人はなんか、売上200万、低いよとか300万、うちは1億あるよとか言うてるけど、いや、それはたまたまあなたが、そういう場所でたまたまそういう結果出されただけで、売上200万が低い、高いっていう、それの測り方もわからないわけでしょ ?200 万円が高いか低いかのボーダーライン、どうやって計算したらいいのっていうと、壺売上ですよね。うん。1壺あたり20万円売り上げたらいいんですよっていう、目安としてね。だから10坪やと200万円あれば一定の合格ラインですよっていう話で、20坪やと400万円っていうのが一つボーダーラインやのに、感情論で200万円300万円の売り上げがあったとてって言うたかって何も始まらないから、うん、
だから僕はそういったところ感情を置いて論理的に話せるようにいろんなことを学んだで学んでうまくいったからそれをアウトプットしてるっていうだけの話ですということで次はコンサルのメリット、はい、一番やんでください金も売れていない店でも適切なアドバイスを受けることで売れている店に勝つチャンスをつかめるまさにそうです僕はね YouTube でコンサル行ってますよね売れてない店でも適切なアドバイスもうこうやったらいいよっていうそう感情の美味しいまずいとかじゃなくて数値化して言語化してそういうふうにやったらいいよっていうアドバイスを受けて実行した人だけ勝つチャンスがありますよねっていう、まあ、これがコンサルの素晴らしさでコンサルの素晴らしさその2資金が少なくても戦略次第で成功する道が開ける、うん、そうですね大きい投資が必要ないですよねノウハウなんで言うたら上り作るんも2000円でできるからそれだけで毎日の売り上げが1万円2万円に変わってくる仮に1万円だとしても月30万売り上げ上がるのめちゃくちゃでかいよそれただその30万が低いって思われるかもしれませんよたった30万なんか売り上げ上がったとこでって思うかも分からへんけど僕はその30万円上がる1日1万円でも5000円でも売り上げ上がる素晴らしさ感動苦しみそういうのを経てるから僕はノウハウを学んで実行すれば売り上げ上がるっていうことを体感したんでこれだから弱者が勝てる方法やなと思ってねやってますはいでコンサルの素晴らしさ丸さん美味しいが大前提 QSC が大前提だけど美味しさだけが成功の基準ではないそうマクドナルドの例のように知名度やブランド戦略が売り上げに直結することもあるそうですねマクドが一番売り上げ高いわけやんかはいで認知が高いわけ、うん、かといってマクドが一番美味しいかってそうじゃないやん、うん、美味しいとこいっぱいあるわけやんか、うんうん、だから美味しいが大前提もちろん QSC が大前提その QSC を守った上で僕はこういうふうにテクニックとしてやったらどうですかっていう提案をしてるんで、ねはい、実際にミシュラン取ってるお店とか食べログ高評価の店が閉店してるじゃないですかうんうんうん、だから美味しいだけで売れるって言ってるのがはって感じなんですよね、うんうんうん、いや事実を見なさいよということ、うん、その感情で美味しいまずい判断しちゃダメですよっていうところですねじゃあマレオン外部の視点から問題点や改善点を見つけ出し、うん、効率よく店を成長させることができるそうやね、まあ、コンサルの人っていうのは外部の人ねお店に毎日立ってっていう必死さとか、うん、俺たちこんだけ仕込み頑張ってるんだっていう感情がなく冷静に外から物事を見るわけやんか、うん、実際俺がそうやコンサル行ってやるのそうやんか、はい、自分が現場に入って自分が現場で改善するとも素晴らしいことやけどただそれって自分のお店の中での知識しかないやんわけやんか、はい、だから一旦外の人に来てもらうそれがコンサルじゃなくてもいいよ友達でもええんかで結果人に言われた方が効率よくねお店を成長させることができますよということでございますでこの続きなんですけどまさにこれだなっていうと年を重ねれば重ねるほど決断力は上がるんよただ社会性を感じる力が落ちていくんよまさに僕が44で決断力めっちゃ早い、はい、でも僕が今欠如してるのはこの社会を感じるとおかげさまで稼げるようになってきて自分がそのお金を持ってるとか言いたいじゃなくてねやっぱ稼げるようになったことで金銭的感覚がちょっとおかしくなってるなっていうのを自分でも感じる、うん、飲み放題で5000円って言われても別に高いと思わへんただこれが自分がネットワークビジネスやって借金まみれの時に5000円の飲み放題付きとか言われたら5000円高いなってって思っちゃうやろなと思う、うん、ただその時の感覚を忘れてない、うん、でこれ経験重ねれば重ねるほど皆さん感じることだと思うんですねだから、まあ、うんじゃらかんじゃら言ってる人って大体40超えてらっしゃる方々が多いと思うんですねそれなんていうかというと一般の人たち消費者がどう思ってるかをあんま考えてない、うん、その人たちがどういうライフスタイルかっていうことを感じ取ることができなくなってるんじゃないかなと思うのでコンサルとかねそういう外部から人を入れて何か言ってもらうというのは僕すごい大事だなと思ってます、うんうん、はいでそれ以外もコンサルの素晴らしさはって書いたんですけど、まあ、ここは読みもしゃあないんで、まあ、なぜコンサルは素晴らしいですよっていうことをお伝えしておきます上りのことね YouTube でよくディスられるんですけど、まあ、コメントとかたまに来るんでお前上りのことしか言ってへんやけどマジで上りのことしか喋ってないんかな上りの人でもええねんけど逆にめちゃくちゃもったいないなと思ういやマジで上りのことでディスったらあなた一生上り出せませんよっていうでもここってすごい大事で、コンサルもね、ディスってたら一生コンサル受けれないし、自分もコンサルできないよっていう話にもなっちゃうし、ここっすよね。自分と違うものをディスるの本当に良くない。クラファンディスってた人たちって、クラファンできへんやん。手のひら返しできへんわけやんか、うん。新しいものが出てきて、自分よりすごい人が来て、自分より賢い人が来た時に、その人の悪いとこを見つけてディスるって、マジもったいないなと思います。うん、俺それなくない？ないですね。うん誰からでも学ぶやん、うん、年下からでも学ぶやん、うんうん、もっと言うと令和の虎の人たちってほとんど年下なんよねあ、うん、
でも全員から何か学ぼうと思うし、うん、でもっと言うとコラボ案件とか来てもその案件先の人に俺めっちゃ聞くやん、うん、これってどういうことですかって、はい、だから俺はこの考えがねよくわからないんでディスるっていうね、うん、すごいもったいないなと思います。だから皆さんもね何か新しいものが出てきた時にディスるのは良くないかなと思います。ということでちょっと話長くなったんですけども、最大限のやり方っていうところの基礎知識の話でしたね。そして基礎知識の2番目として最大限の確率です。知ってますか？何パーセントですか最大限の確率？1回目最大ブー新規のお客様が2回目来店する確率何パーセントですか？ブー20から 30% です。2回目来店したお客様が3回目来店する確率ブー40から 50% で、3回来店したお客さんが4回目来店する確率70から80で、10回来店したお客様が次回来店する確率は 90% 結論上がっていきますよねと。で、一番低いのが2回目来店する確率です。要はイメージとしてはでかいハードルがあると思ってます。1回目の来店が一番ハードルが高い。で、2回目のハードルも高い。で、3回目、4回目、5回目、10回になるともうハードルがなくなってるよね。うん、で吉野行くときハードルいる？ないよ。ないですね。うん、すんなり入れるわけやんか。はい。うん、だからそういう感じで最大限の確率っていうのはありますよと。だこれは感情じゃないんでね。事実を言ってるんで、皆さんしっかり覚えておいてもらいたいの。もう一個知識として、3回安定、10回固定の法則っていうのがあります。はい。まあ、言葉の通りですね。読んでください。3回来店すると安定客となる。安心して入店できる。そうやね。はい。次。10回以上来店すると固定客となり、はい。ラーメン食べるなら〇〇屋でとなる。そう。30回以上来店すると信者となり、そのお店しか行かなくなる。そう。っていうのが3回安定10回固定の法則でございますと。僕らねよくチラシとかでやるじゃないですか。はい、うん、3回まず来てもらうためにどうしていくかっていうところで、でうちがやってるのは1回目、次回来店してくれたら唐揚げ2個無料、2回目来店してくれたら例えば餃子が無料で、3回目来店してくれたらラーメン1杯無料みたいなねやってたんですけど、なんとこれもねちょっと法則的に変わってきて、やっぱ3回目まで行く人ってうちのそのチラシのパーセントで言うと 10% 未満っていうところもあって、3回連帯にしてもらうことが目的やけど、その分母を増やしたいよねっていうところで、最近うちがねやってるのが次回無料券配るっていうのをやってますね。うん、それやと帰りが、まあこれ海外の話なんで、海外の帰りで言うとそれでも 20% 少ないの。そうですね、少ないですね。まあだからこれ日本でやったらどうなるかっていうね、今度うちの直営でキャンペーンでね一回やってみるんで、まあそこでまたデータを取っていきたいなと思いますね。はい。飲食店の方、まあ飲食以外のビジネスの方っていうのは基本的には固定客になってほしいんですよね。で、最終的に信者になってほしい。信者と書いて何と読みますか？儲ける。そう、儲かるというね感じになって、これネットワークビジネスで教えてもらいました。じゃあ島屋の直営どないやねんっていうところなんですけども、島田製麺食堂2010年にオープンした店はもう今で15年経つんけど、新規1リピーター9割みたいなね。まあこれブレる時ありますけどね、28とかなる時もあるけど、大体こんな感じですよと。で、必死のパッチがこんな感じ。まあ、要は年数重ねれば、リピーター増えていきますよね。逆に言うと、古い店でリピーターが少ないのはめちゃくちゃ危ないよっていうこと。うん、言うたらお客さんを取りこぼしてる可能性があるわけやんか。そこのお客さんを取りこぼさないような土台を作りましょうよっていうのが今回のお話でございます。じゃあ、ここまで基礎知識、わかりましたか？はい。うん。じゃあ、リピーターするためにどうしたらいいのっていうのね、知りたいですよね。知りたいです。何が思い浮かぶ？リピーターさせるためにやること。2回目来てもらうために何か次回来店時の特典がある、うんうん、それもいいね。 SNS フォローしてもらって、うん、それもいいね。はい。あと何だろう、何だろう、何を学んでるんだ君は。これがね皆さんね、雇われとお金払って学ぶ違いね。お金払ったらどうなる？お前が俺に金払って学びに来てたらどうなってると思う？求めてる回答が返ってくる。違う、うちに金払って学びに来とったら取り返そうと思って覚えに、基本的にお金を払って学ぶっていうことが大事なの。ただあなたは今雇われやから、うちからお金をもらってるからなんとなくしか覚えてへん、うん、だからお前は明日から俺に金払え。でリピーターにさせるためにやること、まずその1、 QSC が大事ですよと。1回目のハードルめっちゃ高いよね。それわざわざ超えてきてくれた、でも思ってたんと違うってなったら絶対来ないね。思ってた温度と違う、思ってた味と違う、思ってた接客と違う、店が汚いとかね、うん、昨日もねとあるラーメン屋に行ったんよ。初めて行った店があって、はい、まあ、家族とおったんで昨日は祝日よね、はい、
で祝日で家族で行ける12時半にさっと入れるって考えたら怪しい店しか開いてへんわけやんか。はい、でも勇気出して入ったんや。子供がラーメンどうしても食べたいって言うから大丈夫かなと思って入ったよね。結論味は美味しかった。はい、サービスがねすごい。どうすごいんですか。オーダー決まってないのにすぐ横でずっと立ってまってこっちめっちゃ煽られてる感じするよ。そうですね、うん、はい、それすごい怖っと思って俺は注文さっと頼めるタイプだからこれ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 って言って頼みました。はい、次のお客さん来たよ。次のお客さんに来てどんな感じなの。また同じずっと立ってる。怖っと思って。怖いですね。もう絶対いかへんよそんなんで。はい、うん、やっぱ QSC って大事だなって改めて思いましたね。丸に一番化の法則でございます。一番化の法則って何かっていうと、まあ、俺が一番商品作りましょうって言ってんだけど、まあ、そこにも通じんねんけど地域で一番っていうのをちょっとイメージしてもらえたらいいかなと思います。リピーターになってもらうためにまずお客さんが来た時に地域で一番 QSC 高ければまずリピートしてくれるよね。はい、でお客さんの中で付加価値として接客がいいっていうのは原価のかからないことやんか。うん、だからそういったことをやって地域で一番接客がいい店っていう位置づけになるだけでお客さんがリピートしてくれる可能性が上がりますよっていうことなんで、僕は接客っていうところに関しては皆さん力入れてもいいんじゃないかなと思います。でもっと言うと今めちゃくちゃ接客レベル落ちてるやん飲食で。はい、接客業をやりたい人がやってない可能性がすごい高いなと思ってて、はい、まあ、タイミーとかもいろいろあるやろしなんとなく働く人が増えたからかなって思うねんけど、そういう人ばっかりではないと思うけど、だからこそ逆に接客をちゃんとするだけで目立てますよっていうお話です。でリピーターするためにやることとの一番法則として地域一番の盛り付け、これもリピートするきっかけなんだよね。あ、ここちゃんとした綺麗な盛り付け SNS で見た通りの盛り付けで出てきたっていうだけでもお客さんのリピートする確率が上がります。で盛り付けがいいことで取りに来たいって思ってくれる新規のお客さんもつかめます。でその新規の人が接客もよりくて盛り付けも良ければまたリピートしてくれる可能性もあります。ラーメンでいうと地域ナンバーワンの濃度とかね、こういったこともしっかり訴求することでお客さんがリピートしてくれますよねっていうところですね。そして利便性も一番化の法則に入ってきます。地域で一番入りやすい、地域で一番駐車場を止めやすいとかね、こういったところはすごい大事ですよねっていうことです。だからコンビニって利便性の塊やんか、はい、うん、駐車場の止めやすさ入りやすさってすごい大事やんか、うん、だからそういったところも実は差別化するポイントになるしお客さんがリピートしてくれる可能性もあります。かといって駐車場を増やすって物理的にしんどいから営業時間とかねそういったところはできるんじゃないかなと思います。大手のね路面店イメージしてもらえたらこれやりやすいかなと思います。まあ、丸亀製麺はね駐車場止めやすいし駐車場の台数もえげつないぐらい広いしファミレスもそうですよねっていうと、まあ、こういった大手からも学べることありますしっていうのを皆さん学んでもらえたらいいかなと思います。ちなみに姉妹のね直営出し止めも地域一番の利便性ですよ。近隣にね丸源ラーメンができたんですけども、その丸源よりうちの直営店は自分は美味しいと思ってる。スープの種類多いよ丸源って。実はスープ1種類しかなくて、でもうちは違うよ。だしヌードルもあるし貝だしもある、柚子もある、鶏パイタもある、家系もある、いろんな種類があるやんか。はい、でもそれがお客さんからとっても利便性。商品数が多いというのはどういう利便性。家族とかで来た時にみんなそれぞれ自分の好きなものが頼みやすいっていう。そうやね、好みがそれぞれ違うから自分の一番商品がそれぞれあるっていうことがお客さんからとっても利便性ですよねっていうところですね。はい、でうちは本格的です。まあ出汁の返事もします。で製麺室作ってるところも見せてます。接客がいいし雰囲気がいいと僕は思ってます。これはお客さんが比べることやから分からへんけどめっちゃ元気な子多い。はい、シンプルに接客好きやしなんかみんな生き生きしてるやんか。はい、うん、続きまして島田製麺食堂姉妹のところはリピーターするためにどういう風にやってるのっていうと、地域で一番のつけ麺の商品力よね。石焼きつけ麺でやってる店ってないよねっていうところと、遠くからわざわざ来ていただけるためにリピートさせるために大阪ナンバーワンの極太麺っていうので、まあ、最近ね商品やり直したりとか、15年やってきた島田製麺食堂ですらこうやってねどん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 変えてどうやったらお客さんがもう一回リピートしてくれるかなっていうことを考えております。であともう一個直営でねさつまや、そもそもね周りに競合店が少ないんでマーケットサイズが広いよねっていうところです。じゃあさつまやはどういうリピートの戦略を取ってるかっていうと、リピートっていうよりも、まあ、ここは新規をどうやって取ったかという話になりますので、ごめんなさい話とずれるんですけども、話題性で認知獲得しましたね。阪神優勝でラーメン3日間無料っていうので、まあ、認知が上がった結果お客さんの中で地域で有名で美味しい家系ラーメンが食べれるお店っていうように実際になったかなと僕は思っております。実際にねうちアンケートを取ってるんでね、そこもだから何やろ感情論じゃなくてアンケートの枚数とか書いてる内容で今お話しさせてもらってます。
っていうのがリピーターしてもらうためにやること、その2の一番下の法則でした。丸さん、リピーターになってもらうためにやること、商品ではなく人にファンを作りましょうというところですね。でこのファンを作るっていうところで、まあ俗人的ってどうなんていう話がよく出るんか、はい、まあ、結論こう思ってます。僕は最初は超俗人的でいいかなと思ってます。やっぱり人にファンをつける、まあオーナーさんにファンつける、やっぱりオーナーさんが一番熱量あるし本気度が高いからそこに人が集まってくるというか、そういうのがあるんで、1店舗目に関しては超俗人的でいいかなと思ってます、はい、逆にこれができないならサービス業向いてまへんよっていうところかな。リピーターになってもらうための順番です。まず商品の魅力、そしてお店構えの魅力で、オーナーさんの魅力、スタッフの魅力、まあ、この順番でやりましょうね。なんやろ、逆にお店の外観だけ良くして商品が低かったらもう絶対お客さんリピートしないのでね。まずはあくまで QHC が大事ですよっていうことです。ただこれは SNS が増えたことによって少し変わったかなと。順番で言うと、まあ、一番最初に SNS で話題っていうことがファンになる可能性が増えたよねっていうところですね。あ、渋谷さん知ってる、渋谷さんのお店なんだ、あ、渋谷さん面白い、じゃあ渋谷さん食べてみたいっていうので順番がちょっと変わってきてる可能性あるかなとは思います。とはいえ、まあ、人にファンを作るっていうのが一番やりやすいかなと思うので、ぜひね、一人オーナーでやられてる方、一店舗のオーナーさんはまず自分にファンをつけようっていうことはやってもらいたい方がいいかなと思う。そこでね、たまにいるやんか、僕あんまり前出たくないんだよとか、はい、どう思う？さっき話した内容ですけど、それができないなら飲食で開業するのはあんまり向いてないんじゃないかなって思います。厳しい俺そこまで言うてへん。であれば、いや、それはそこまで言ったけどね、協力者と一緒に開業するみたいな、何かこう他の協力者を集める方がいいのかなと思います。まあでも何やろな、そこって結局他力本願やんか。令和の虎の志願者で出てきた時にやっぱ俺も見るとこって自力本願かどうかだよね。この SNS でバズったらとか、こうなったらってたらればっていうところ、いやそうじゃなくて自分でアカウント作りなはれやっていうのは思うかなと思うんで、うん、まあそれはね、いろんな人の戦い方があるから別に全て否定してるわけじゃないけど、僕は基本的にこう思ってますよっていう考えでございます。そしてリピーターしてもらうためにやることのその4で、いい意味で裏切り続けるっていうところです。なんとここからオンラインサロンメンバー限定でございます。まあオンラインサロンメンバーになればこのね、いい意味で裏切り続けるとコミュニティを作る、このね、コミュニティを作るっていうのがこれからの時代めちゃくちゃ大事なんですよ。ここのね、細かい話をオンラインサロンメンバー限定でアップしますので、ぜひ悩んでる方はオンラインサロンメンバーになってもらえたらいいかなと思います。先ほどもお伝えしたように、知識、論理的思考力っていうところは僕も勉強嫌いやって頑張って覚えてやったけど大事かなっていうのをすごい感じてて、でも実際思えん、はい、俺とってさ、いろいろ他の会社の人とのやり取りとか、社内で俺にムカついてる人とかがおった時の俺の対応の仕方とかってどんな感じ？基本ヒアリングが多いかなと思ってて、うん、その目的はとか、うん、それって手段じゃないのみたいなことを聞いてて、あくまで論理的に話して相手に答えを見つけさせる、それでデータをもとに判断していくみたいな形ですかね、うん、だからティーチングじゃなくてコーチングやね。答えを導き出すため、ほんで相手にその答えを言ってもらうっていうのが目的で結構やってるかな。基本起こってることってさ、サボった時じゃない？そうですね。やれんのにやらんかったりとか、手抜いた時に起これんか、うん、失敗して起こることないやん。ないですね、うん、でも昔はそうじゃなかったからね。昔は本当やばかったから話せない内容はいっぱいあるんですけど、その話せない内容はなんとオンラインサロンメンバーになると聞けるんでじゃあここからサロンメンバー限定でございます。社長、はい、質問が来てます、うん、今ラーメン屋やられてますが、もしラーメン屋以外の仕事を選ぶとしたら何をしてみたいですか？うん、飲食やったら何でもやってるかなっていう感じ。基本的にでも飲食しかできへんやろうから、飲食業かな、飲食業基本的にやってるのは、うんうん、もしそのラーメン以外でもう本当何でもできるみたいな状況になったら何がいいとかありますか？今何に興味持ってるとか。あ、でもそれで言ったら中華屋さんはやりたいかな。お、中華屋さん、うん、もうラーメンとは全く違う。そう、チャーハン作りたいね。昔から実はチャーハンが作りたくて、はい、やっぱ中華鍋振ってる時って無心で入れるしかっこいいやん、カン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 鳴らして、はい、中華屋やるかな、職人っぽいこと。うん、でも経営者なるから結局鍋振るなとか言いそうやし確かに。まあ飲食業の何か経営者ではいるよね。まあでもそれ実はこの前考えたことあって、これからね、まあ、都市伝説界隈では脳みそだけで人間が生きていく的なみたいな、アバターになって、はい、脳だけ活性化される、体をいらなくなるみたいな、飲食業できへんやと、必要なくなっていっちゃいますね。それで一日めっちゃ不安になった日がありました僕らが生きてる時はまだ大丈夫そうなんで。なんでお前が決めんの？決めねえ多分大丈夫です。
多分やろ、はい、って考えたらビジネスセンスはねやっぱ磨きときたいなというふうに思ってます。ということで今日もちょっと質問していったんですけど、他にもねジャンルを問わず質問募集してるので、ぜひぜひ YouTube のコメント欄に記載お願いします。はい、ということでありがとうございました。しまえの公式 LINE を登録するだけで豪華8大特典プレゼント中。1つ目、今すぐ売り上げを倍にする方法動画5000、売り上げに困っているお店は必ず見てください。2つ目、リピーターを増やすために明日からできること動画5000、リピーターを増やしたいならこの動画を見てください。3つ目、しまやんが感動したラーメン屋の動画。4つ目、ラーメン屋独立したい人が最初にやるべきこと動画。5つ目、今すぐ使えるしまやんの会社のチェックリスト3つ大公開。ほんまは公開したくないんですが皆さんのために公開します。6つ目、 YouTube 未公開しまやんの知られざる過去動画。1時間の動画ですが、しまやんが今まで YouTube に語らなかった本音を話しております。見ないで。7つ目、これもあまり公開したくないんですが、ラーメンの種類別スープ濃度塩分濃度を公開しています。8つ目、初公開しまやんの人生が変わったおすすめのベスト本、こちらをぜひ見てみてください。これらの特典は完全無料です。 YouTube の下の概要欄から10秒でゲットできるので、ぜひ皆さん登録してみてください。